何が動かしてダメですか。スタビライザーいや、左右で血が下がっちゃって、えまだ新しいのに走ってる時にそのつなぎ目、道路のつなぎ目とかの段差で行っちゃったって言われて、マジ結構あるのその人なんかあるらしいんですけどね。まだだって新しいよね。まだ1年しか経ってないで、それもスタビも結局今どうしようか悩んでて、新しくするか。そうですね。でもそれだけ新しくするんだったら車乗り換えようかな。ああ、そこも悩んでる。結局今エアサス入れたばっかで乗り換えるってめっちゃもったいないんですよ。一応あの見積もりはもう取ってきたんですよ。で40でしょ。40のベルファイアで Z プレミアムのターボとエグゼクティブのハイブリッド。エグゼクティブは1000万超えで Z だと900ちょいぐらい。なあ、まあそこはよく考えてあれだね。また納車やっちゃうみたいな。また納車やっちゃう。また叩かれるっすよ。1年でもう乗り換えみたいな。なんか言われそうだよね。絶対言われるっすよ。ああ、まあ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 、よく考えてあるだね。そうっすね。マジで迷ってます。でも頼めないんですよ。なんか抽選、みたいで、今もまだ頼めなくて、その枠が出てきたとしても納期が1年2年待つよって。中古車やな。え、でも乗り心地めっちゃ良かったっす。あんた良かったじゃん。めっちゃいいっす。え、乗ります。え、前よりマジで違うっす。じゃあ乗り心地チェックっすね。チェックっすね。え、何か変えたの。バネを伸ばしただけなんですよ。距離はどれぐらい。距離は28,200。言いましたね。すごいね。1年ちょっと。1年、そうっすね。乗り心地めっちゃ良くないですか。いいね。前よりは明らかに。いいっすよね。明らかに。自分が戻ってきた時、こんな乗り心地いいの。でもこれが普通じゃないの。そうっすね。車高調入れてるぐらいの感覚っちゃ感覚なんですよ。ちょっと跳ねるけど、乗り心地はいいって。一つあれが気になるのが、右前から異音がするんですよ。カカカカカみたいな。それエアサスからってこと。そうっす。多分。エアサス。エアバッグのところかわかんないですけど、なんかそれがずっと鳴りやまなくて、聞いても原因がわからないんですよ。さあ何でしょう。答え正解だった人に抽選券っていう感じですね。何課長のサインプレゼント。サインプレゼント。誰も何も言ってこないです。カッカカッと音しますよ。あ、この音。はい。なんだろうな。ある程度気になるんです。それでも根本的な解決になってないから、ね、そうなんです。じゃあ来週までに解決っていうか。いや、ちょっとそれ無理ですね。課長でも。課長でもちょっと厳しいですね。マジか。後ろです。乗り心地も完璧で良かったね。最高っすよ。とりあえずね、嬉しくて嬉しくて涙が出ちゃいますよ。笑いしか出てない。
you in